したの合間にちょっとお邪魔させていただいて、はい、でも、はい、ちょうどよかった、はいはい、伝えたいことがあったら。ああ、本当ですか、よかった。お客さんに、はい、革命のファンファーレという本が出て、はい、で Amazon とか本屋さんとかそうじゃなくて自分のサイトでも、はい、はいはい、売ってたね、革命のファンファーレ、はいはい、実は予約販売で、はい、で、2000冊かな、うん、2000冊予約で売れたんですけど、はいはいはい、で、値段が革命のファンファーレが1500円 で、はい、でオリジナルポストカードつけるから、はい、まあ、1700円で、はいはいはい、自身のサイトで売ってて、はい、それが2000冊も売れた。はい、すごいですよ、あれ2000冊、はい、で、気づいたんだけど2000冊売れてから気づいたんだけど、はいはい、配送しようと思ったら、はい、レターパックっていうのが、はいはいはい、あのいつもやられてますよね、そうそうそう、はいはい、あれあの1枚360円、はいはい、で1700円の中にレターパック代が入ってない、はい、つまり、はい、360円かける2000枚、はいはいはい、70何万円かが完全にあのお客さんに奪われてる状態で、いや奪われてるっていうか、なので、はいはい、返してほしいってことで、あの70何万円、はいはい、僕から奪った、あなた方が、いや、お前が勝手にその、違う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 、だってさ、はいはい、わかんじゃん、はい、あの1500円と、ポストカードで1700円って言ったら2000人もったら誰か一人あれ西野これ送料ちょっと入ってなくないですかみたいな、はい、俺アマゾンじゃないんだから、楽天じゃないんだから、はい、その送料無料の装置ないよ俺自宅には、自分でやるっていう感じがもうないんじゃないですか。いやでもそれは、はい、Facebook とかブログとかで逐一アップしてて、自分で今日もこれぐらいやりましたって、はいはい、で絶対そこで買ったようなやつって、はい、知ってんねん、そういうサイトが、あーでは西野が、はい、あの手作業でやってるって知ってる、知ってる、はい、知っててそれが2000人持ってで送料が入ってないって2000人持ったらそりゃ何人か気づいてもおかしいのに、っていうのは違うと思うんですけど、ね、いやでも事実それで70何万円か僕なくなったわけだから、いや解除で取ってないんですよね、なんかこっちは別にその2000人の方は取ったじゃん、取ったってその2000人は取ったじゃん、だって俺から勝手に取ってないじゃん別に、で今やってるから今ポルカで、はい、クラウドファンディングちっちゃい版、はい、ポルカで、はい、はい、呼んで、革命のファンファーレの販売で失ったレターパック代2000枚分を客から取り返したい、返せ返してください、返せはおかしいんだけど、僕のお金です毎日金額